政治でも宗教でも腐敗が起こると改革を訴える人物が現れますよね。15世紀、ルネサンス真っ最中のイタリア・フィレンツェでは銀行業で成功したメディチ家が公職選挙制度を操作し、実質上、フィレンツェを支配していました。それを苛烈に批判したのがドミニコ会の修道士であるジローラモ・サボナローラです。そして、このサボナローラの改革によってフィレンツェの芸術は衰退します。今回紹介するスレは、サボナローラさんはもっと評価されるべき、です。ぜひ最後までご覧ください。贅沢品を物消毒しまくったサボナローラさん。もっと評価されるべきだと思わないか？ジローラモ・サボナローラは、フェラーラ生まれのドミニコ会修道士。フィレンツェで真剣政治を行った。宗教改革の先駆と評価されることもある。サボナローラは1482年、フィレンツェのサンマルコ修道院に転任する。後に修道院長となる。説教団から激烈な言葉でフィレンツェの腐敗ぶりやメディチ家による実質的な独裁体制を批判し、信仰に立ち返るよう訴え、市民を感激させた。信奉者は次第に増え、メディチ家当主のロレンツォ・デ・メディチも、死の間際1492年にサボナローラを招いて罪を告白したと言われている。捏造とも言われる。1494年、フランス軍が侵攻してくると、それを予言していたということで信望が高まる。メディチ家はフランスへの対応を誤ったことからフィレンツェを追放され、サボナローラが共和国の政治顧問となって政治への影響力を強める。これ以降、真剣政治が行われることになった。次第に強硬国をも批判し、1497年には教皇アレクサンデル6世ロドリーゴ・ボルジアから破門される。贅沢品として工芸品や美術品を広場に集め焼却するという虚栄の焼却も行われ、市民生活は殺伐としたものになった。画家サンドロ・ボッティチェッリも彼の影響を受けてカビナ絵を描くのを止めてしまったほどである。だがサボナローラの厳格な姿勢に対しては反対派の不満も高まっていった。1498年、対立するフランチェスコ会修道士から預言者なら火の中を歩いても焼けないはずだとして火の試練の挑戦を受けた。これは4月7日の当日、フランチェスコ会側がおじけづいたために実施されなかったが、4月8日サンマルコ修道院に暴徒と化した市民が押し寄せ、ついに共和国もサボナローラを拘束する。彼は激しい拷問を受けた。教皇の意による裁判の結果、公使刑の後家刑に処され殉教した。お物は消毒だ。ただの決まるがいやん。サボナローラの登場までルネサンス哲学はキリスト教と嫌哲学の融和路線を志向してたっぽいな。思想史的にも大きな意味があるかもな。サボナローラは偉大だよ。俺が同時大臣ならついていくわ。行き先は家系代だがついていくか。そうか止めはせぬ。まず火の試練をクリアせよ。神の籠があれば余裕だろ。おら。本を焼く者は、自らも焼くことになるであろう。焼いたのは本じゃなくてとか彫像とかじゃなかった？違う意味に生まれていれば。江戸に神門館とか魔女狩りとかでも大活躍していそう。製品思想こじらせた挙句、教皇の写真を批判して風景になったやつがか？お物は消毒だ。うまくすれば、ルターになれたね。どうして差がついたか、満身環境の違い。ルターは、教皇と全面対決する意思などなかったが、周りに押されて、結局本人もやる気になった。サボナローラは、自分自身がやる気満々、でもドミニコ会が全面協力するわけでもなく、フィレンツェに続いて各イタリアの教皇派都市が寝返ったわけでもない。そもそもイタリア人に禁欲を強いるなんてことが、長続きするわけがない。原理的に不可能。中世諸都市によく登場した禁欲主義運動だろ。天災とか起こると自分たちの傲慢や贅沢のせいだとして禁欲に走る。この時代より後ろには、天災が起こると魔女のせいだとする魔女狩りに繋がっていくけど。この人って虐殺したのか？メディチ家とか知識人を皆殺しとか。人は殺してないよ。そもそもこの人って、単なる神輿でしょ。どうせ裏でメディチ家を追放してフランスに取り入ってうまい汁を吸っていた奴らがいたんでしょ。虐殺やりまくりのチェーザレ・ボルジアよりはサボナローラの下で禁欲生活を送る方がマシだとマジで思う。己を律することさえ心がければ割と住民にとって住み心地いい国作りしてくれたと思うよ。ラファエロの絵を焼いたことは確かに文化についての無理解そのものだが当時の名画って要するにメディチ家その他都市貴族専用の写真だろ。宗教改革の先駆者だな。一番は自分に厳しくて他人に寛大な人。アッシジのフランチェスコ。二番目は自分にも他人にも厳しい人。サボナローラ。最低なのはアレキサンデル6世のように欲望のまま他人を虐げつつ生きておきながら教皇として宗教界の頂点に立ち気に入らぬ人々を破門して凄惨な死に追いやるような連中だな。アレクサンデル6世は、15世紀のローマ教皇、ルネサンス期の世俗化した教皇の代表的存在であり、公職さ、強欲さやジロラモ・サボナローラとの対立によっても非難されることが多い。また、息子のチェーザレ・ボルジアを右腕とし、一族の繁栄とローマ教皇庁の軍事的自立に勢力を注いだことで、イタリアを戦火に投じることになった。アレクサンデル6世も悪く言われすぎてる感があるが、歴代教皇の中でも政治力は抜群だったと思う。
チョーク戦争の後、シャルル9世に結局は何も与えずにフランスに追い返すとか、戦争寸前だったスペインとポルトガルを赤い鳥で知らす条約とか、で、極めつけがサボナローラ事件の処理。サボナローラにボロクソに言われながらもじっと時を待ち、結局はフィレンツェ人自身の手で処刑させた。サボナローラも相手が悪すぎた。クレメンス7世とかレオ10世とかが相手ならもう少しうまくやれたかもしれない。ボッティチェリ、ルネサンス超楽しいぜ。なんて不埒なものを書いていたんだ私は。感化されすぎわろた。昔読んだ世界残酷物語って本ではサボナローラは一時期大人気だったが、フィレンツェ人は飽きやすいのでそのうち見捨てられたみたいな書かれ方だったな。サボナローラの命日には、ベッティオ宮殿前でセレモニーが開かれ、シニョリーや広間のプレートの上に花が添えられるらしいけど、この人、こんな評価なの？だって町の人説得して物燃やしただけで、別に死刑になるほどの重罪は犯してないし、悪意もないし、町の人が説法に感激して自分たちの意思でやったんだから自分たちの責任、無罪なのにその場のノリで火炙りにしちゃったぜ。ごめんね。イタリアにフランスの介入をもたらした実際は誤解非国民扱いじゃないの。ルターとかカルバンほど、考えての行動だったのだろうか。抜き打ち苦行者の延長で、俺ってすごいという勘違いさんじゃないの。中学生の時に春の大寒で知り、立然としたものだった。しかし、文化洋乱の時期への倫理主義的中性的反動として甚だ平凡な現象だな、と今は思う。フォロワーを組織化できるほどの論理性と政治能力を持っていなかったのが、致命的。お仏は消毒だ。で、自分が消毒されたのか。大家にまで権力を押し付ける宗教って、今まで日本の歴史になかったからはっきり言って佐野さんのやったことって、全然ピンとこないんです。完成の改革なんかそれに近いな。松平定信さんはもっと評価されるべき。松平定信さんってなんかお仏消毒したっけ？してるよ。乱れた風紀を厳しく取り締まって儒学に基づく社会秩序を作り上げようとした。性欲のまま生きることを謳歌する風潮にさらになんとか源流を見出して、これは立派な伝統だと正当化したい人たちにとっては定信は野暮なことをした典型になるんだろうが、俺は定信好き。家なりに将軍の権力は金利様からのお預かり物と教え込んでそれを定着させた功績も大きい。うろ覚えだが伊藤仁斎は吉宗に天子を封じて大和公となし、将軍自ら帝位に即くことを進めたというし、名分をはっきりさせておかねば日本は偉いことになってた危険性がある。ちなみに風雲寺たちではまさに野暮どころか狭い視野しか持たない悪役、田沼意次を陰険な手段で失脚させていじめ殺した人間として描かれていたな。話を戻すけど、サボナローラは悪名高きボルギア家の教皇から破門されてるよね。そんですぐ後の時代のルターから称賛されてる。友達にはなりたくないけどね。メディチ家の独裁体制をなぜ批判したんだろう。教皇庁に金を融通していたことが気に食わなかったのだろうか。真剣政治があるべき政治体制だと考えていたなら、メディチ家の独裁体制がなくても政府を批判したんだろうか。あの時代のことはよく知りませんが、教皇とメディチ家とフランスの関係が影響してるような。どちらにしても人々は真剣政治を長続きさせたいとは思わないよね。それがどこの都市国家であっても。深いこと考えずに説教していたら、みんなの心をつかむことができた。いい気になって説教していたら、歯止めが効かなくなって、やむにやまれず先鋭化していて、メディチ家を追い出してしまった。そして、離脱して消滅、破滅型の人だった。サボナローラの再評価は必要だと思うけど、決してついていく気にはなれないな。彼を持ち上げている人たちは、虚栄のかがり火とか知ってるのか？あれはクズ。再評価の必要なし。再評価ってだけで、良い評価をするとは限らないんだけれど、マキアベッリとの関係を考えると、決して一蹴できない人物だと思う。あとは、ボッティチェリさんね。このゴミがいなきゃ、ボッティチェッリの傑作がもっと残ってたろうに。このおっさんが残した良いものは何もない。ボッティチェリがサボナローラにハマって、自分から絵を燃やした云々って、視覚的には想像の域を出ないはずだったけど、高階修二ルネッサンスの光と闇だったかな。ボッティチェリの絵が少ないのは事実だよね。少なくないし、ボッティチェリは確か工房を構えなかったから、構えてたが形よりは少ないけども、ボッティチェリがサボナローラにハマったってのは、バザーリの列伝に書いてあるんだけど、この列伝は嘘ばっかなので、この部分もいまいち信用ができないという。ボッティチェリの名前の由来からして間違ってたはず。ボッティチェリがサボナローラの影響を受けただろうってことは、誰もが指摘してる。後期の絵は異教主題が消えて、しかもドン引きするくらい絵が多いし、脱形とか神秘の降誕には、サボナローラの説教の中の例えが出てくるとも指摘されてる。ただ、ハマってたどうかは不明。ボッティチェリの傾向として、80年代後半には、きらびやかな画風から、内省的な画風に変わりつつあったのも確かだし、佐々木秀也も、素手のヴィーナスの誕生に内省的傾向の方ががあることを指摘してたよ。ずっと前に調べたことだから、記憶も曖昧なので、もう一回バザーリ読んでみるわ。
神秘の達成、神秘の降誕、ヴィーナスの誕生。単に影響を受けてたのと、ハマったどっぷり使ったのは違うじゃん。大体、歴史に残る大芸術家は、いろんなところからつまみ食いしてるもんで、ボッティチェリにしたって、ポリピアーの他の新プラトン主義の影響もあるし、フランスゴシックの影響もある。じゃあ、ボッティチェリは、新プラトン主義的な画家なのって言われるとそうじゃないでしょ。パノフスキーが指摘するように、新プラトン主義的な美術家といえばミケランジェロくらいしかいない。ハマったというなら、魚食の焼却の中に自作の裸体画を投げ込むくらいしてくれんと。作品の中に、サボナローラの説教のモチーフが出てくるくらいじゃ、なんとも言えないし。サボナローラはイタリア行くと、今でも敬われるぞ。多分、カトリック圏じゃそういうとこ多いじゃね。原理主義ってやつだろ。原理主義じゃなくて、原核主義やね。カトリックには原理主義は基本的にないから。生まれると異端認定するし。正統キリスト教って三位一体を認めるアリウス派だったっけ？原始キリスト教と比較すると、あれこそ異端だと思うがな。つっても異端でもアリウス派やユニテリアン除いてほとんど三位一体説なんだけどね。コプト派などの単性論も三位一体説を支持してる。名前からして否定側だと思ってたけど、意気読んだら完全に勘違いしてたことが分かった。名前で勘違いしてる人が多いと思う。サボナローラという人物はよく知らないのだが、マルチン・ルターやジャン・カルバンの先駆けを行く人物で、ヤン・フスやウィクリフに危険する人物であると教科書で習ったが、ここを読むとサボナローラはどうやらフランシスコ聖霊派の流れを組む修道士なんじゃないかと思う。サボナローラは出発点からドミニコ開始だから、聖霊派との直接的な接点はなかったと思う。とはいえ、金持ちのボンだったのが青年期に改心したってのは聖フランチェスコと同じ流れ。製品にこだわるってのは特に珍しくないけど、もしかしたら意識していた部分もあったかもしれない。ドンピコンの権力すぎで成立できるだろうけど、本人死亡後、元に戻っていくんだろうね。そもそも小金持ちが実感できるのが霊徳というのは不変だろうし。サボナローラ、製品だ、焼き捨てろ。ヤンフス、管理は世俗で、教会に富はいらぬ。サボナローラ以前にニュルンベルクでもフランチェスコ会修道士がチェス盤やダイス、トランプなどを焼却させたりしている。ランブッチの日記では、日記作家本人が直接処刑場面を見ている。3日後処刑場所で新人のあまりひざまずいている女が何人か見つかったとしている。美術畑の人間からしたら、サボナローラはボッテチェリの才能を追っただけの人間なんだが、それなりの大物だったみたいね。いかがでしたでしょうか？この動画の感想や気になる歴史があればぜひコメント欄で教えてください。今後も2チャンネルの面白い歴史スレを紹介していくので、この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録お願いします。